マの中でどんなキャラっていう新探偵とかまでになってそれがここにそれはそれでよあれはなんかネプチューンだとかなるほどなるほどここに入ってるんですけどあと全部だ他にも盛り上がっていたワードとしてはエイプリルフールじゃねえのかとそうですね他にもフェイクニュースでも同じことですよね嘘同じことであと一応これもあのバッテリーあったのよさらにあのこんな方もあのコメントをしていましたということで例えばあのご出身の関西大学の学長も今回の報道を聞きこれもとても嬉しく思います山里さん葵さんお二人のご結婚を心から祝福しますチーバくんもですね千葉ご出身ということで山里さんは千葉県出身で今年1月に共演したんだよとっても優しかったよ山里さんありがとうありがとうございますありがとうございます結婚です。そしてお相手はなんと蒼井優さん。これも重ねて事件です、この大事件にたくさんのですね報道陣が、こちらの大きな会場を埋め尽くしております、2人の登場を待ち受けております、2人の口から一体何が語られるのでしょうか。正面に立つと緊張した様子で会釈しましたしかしこの後山ちゃんがまさかの行動まずは謎だらけの2人の結婚についてそのきっかけとは僕ら2人が、なぜこうやってお付き合いそして今結婚に至ったのか世の中の方々は本当に不思議だと思ってます、はい、ここが一緒になったきっかけですね共通の知人が我々を結びつけてくれましてその共通の知人というのはですね私とずっと一緒にこのお笑いの世界で戦ってきてくれた南海キャンディーズのめちゃくちゃしずちゃんでございましてすげえ助かりましたしずさん南海キャンディーズ山ちゃんの相方しずちゃん